さあ皆さん始まりました。今日ですね、2回目の動画配信ですね。今日の日付1月4日、時間が17時56分なんですけど、今日日経平均ね、まあ500円近く急騰という形で、年初大発会、いい相場ムードで、まあ迎えることができています。ただし今ね、やっぱし重要局面ですね。まあ、日足の終わりの抵抗ラインタッチしたりとかしてるし、まあ、海外のね、様子見たらね、まあ大丈夫そうな気もするんですけど、とりあえず現状のアップデートね、状況の解説していきたいと思います。で、僕はですね、2013年から7年間証券会社に勤めていた元証券マンで、今、投資系 YouTuber です。で、最後はね、あれなんですよ、本店勤務で、部次長の中でも、部次長とか全員入れた中で、トップ5の成績出したりとか、一応ね、最前線で、営業をしていました。なので、一応ですね、実務経験を積んだものが、ちゃんとね、情報配信してるっていうところを踏まえて、これからの話聞いておいていただけたらすごい嬉しいですと。というわけで、まずは全体像からいつも通り確認していくんですけども、はい。まあ、これを見てもらったらわかる通りね、まあ、全体的に上がってますよ。ニューヨーク、S&P500、ナスダック、ニューヨークダウ、まあ、ともに大幅に上昇。まあ、特にナスダックが 1.2% 上がってると。で、市場のファンシーのアラートビックス指数、恐怖数も 16.55 なので、今のところ怪しい動きはしてない。全体的にリスクオン先行。で、日経平均その流れを受けて510円高。29,301 円で着地ですね。はい。で、チャイナマーケットに関しては、高安まちまちで、上海は 0.2% 下落。ハンセンは小幅に上昇。で、欧州の株式マーケットも 0.5% 相当上がってると、まあ、こういった形になるので、全体的にまあ、力強い動きを継続してるなっていう印象を受けます。まあ、ビックスがね、突発的な動きをしない限りは、当面は目線は上向きっていう形で、とりあえずはいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあそういった状況を踏まえて、現状の日本株マーケットですね、日経平均、まあその他諸々ですね、どういった風になってるのかっていうと、まず見てほしいのが日経平均の日足チャートですね。MACD に関しては、青のラインがオレンジライン。これを下から上に突き抜けてゴールデンクロス、上昇トレンドを形成。で、ストキャスティックスは加熱気味のラインタッチですね。で、RSI に関しても、まあ、上値の抵抗ラインを抜けてきてるような形になるので、ここのラインですね。まあ、強いですよね、トレンドラインとしては。うん、強い。ただし、まあ、問題なのが、ここの上値の抵抗ラインですね。日足の上値の抵抗ライン。ここで何回か、まあ、ここも弾き返されてしまってるんでね。なので、ここのラインを、明日以降、抜けてくるかどうかですね。で、日足のポジションは一目の上下のライン。この緑のラインですね。上抜けているんで、ここは上昇トレンド形成。パラボリックも上昇トレンド形成。ボリバの中央線は切り上がっている。で、25日移動平均線の黄色のライン。これも若干切り上がってきてるんですね。で、5日移動平均線と200日移動平均線がゴールデンクロスを組んでるので、まあ、ここも見てもね、トレンドは上向きかなっていうふうに思います。あとは、この5日移動平均線と、この上値の抵抗ラインがクロスしてくるかどうかですよね。クロスしてくると、まあ、強い動きが形成されてくる可能性が高いような気がします。はい。まあ、とりあえず今日の動き見たら、まあ、明日もちょっとね、様子見ながら上値目線という形ですよね。じゃあ、今回日経平均の、上下に寄与した銘柄がどこなのかっていうと、上昇強度1は東京エレクですね。まあ、ここは 3% 以上上がって日経平均を75円相当押し上げてる。で、下にアドバンテスト、新越、トヨタ、ソニー。まあ、この5銘柄が上昇強度トップ5。なので、ハイテク株ですよね。ハイテク、テク関連。まあ、強かったし、円安が大幅に進行した関係で、自動車関連も強かった、今回は。はい。じゃあ逆に下落上位はどこなのかっていうと、1位がファーストリテイリング。0.7% また下落。17円相当日経平均を押し下げてます。もうファーストリテイリングに関しては決算近いんで、そこを通過しないと多分上がらないと思いますね。目先はね。で、2位がキッコーマン、JT、TOTO、AGC。まあ、この5銘柄が下落強度トップ5なんですよ。なのでどういった銘柄が上下してたのかっていうと、ハイテクですよね。まあ、その他にも銀行株であったり、商社、海運株ですね。まあ、そこあたりもかなり強い動きをしてたんで、まあ、全体的にリスクオンっていう形でね。全体的に、ま、上がってったんですけど、じゃあ、それと関連して見ていくのが、次はですね、ドル円ですね。ドル円。ここの動きを見ていきましょう。まあ、ドル円がね、今115円の80銭台まで、円安加速してるので、自動車関連、輸出関連はかなり強いですよね。これ見るとね。直近高値も超えている。で、これバンドウォークなんで、
で、バンドオークっていうのは、冷やしがボリンジャーバンドのプラス1シグマ、この上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドなんですけど、今それを形成してるんですよ。なので、日柄調整が入ってる兆候もまだないんで、まあ、とりあえず当面は様子見かなと、日柄調整が入るまで様子見かなって感じですね。はい。日柄調整が入るまでは上がり続ける可能性は一応考えられはする。で、もし上がってくるとするならば、まあ、117円の40銭ぐらい。まあ、そこあたりも一応視野に入っちゃうんですね。ここの高値ライン抜けたっていう風になってくると。まあ、そこあたりもちょっと意識しつつ、ただし、RSI は過熱気味のラインに入ってきてるんで、まあ、ここがちょっと気がかりかなって気はしますよね。これ以外は全部大体まだ上昇トレンド継続中なんですよ。まあ、とりあえずは日柄調整入るまで、円安はね、要は加速する可能性がありますよっていうところは押さえておいてください。かつ、今回円安に進んだ原因、何なのかっていうと、やっぱしアメリカの10年債利回りですね。ここが大幅に円安、金利が急騰している関係ですね。はい。今 1.637% まで、年初から一気にガーンって上がってるんですね。上がってる。で、今のところこの平行チャンネルの中で、アメリカの10年債利回りは動いてるんで、なんで金利が上がって一旦昨晩ですね、ナスダックかな。はい。これアメリカのナスダックですね。ハイテク株指数なんですけど、ここ一旦下落してマイナスに転じたんですよ。寄り付きすぐですね。そこから、まあ、買い戻される動き先行で、まあ、1.2% 上昇という形にはなってるんで、まあ、今のところその、さっきの10年債利回りですね。このチャートが、ちょっと待ってくださいね。この平行チャンネル内で動いてる間まだいいのかなって気はする。ただし、ここを、まあ、1.75% ぐらいまで上がってくると、このチャートを上にブレイクしてくる可能性が出てきちゃうんで、で、ブレイクしてきたらハイテクグロースはかなり弱くなると思います。そこだけ気をつけておいていただいたらいいのかなっていう感じです、今のところ。金利の上昇に伴うハイテク株売りっていうのが今のところまだ見えてないんで、まあ、ちょっとね、見ながらやっていきましょうか。ここの10年債利回りもね。で、あと、ドル円と関連して見ていくのが、ドルベースと日経平均ですね。これが日経平均割ることのドル円。為替の変動リスクを加味した、まあ、海外投資家が見てる、まあ、日経平均になるんですけど、この割の抵抗ライン抜けてきたんですね、今回ね。抜けてきたんですよ。で、日足のポジションとか見ても、いい形ではあるんで、で、まあ、ここのラインですよね。はい、ここのラインはあとは抜けてくると、もうちょい上がってくるかなって気はします。まあ、とりあえず、日足この割の抵抗ラインと、いろんなその、この水色ライン、五日移動平均線、あとボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインですね。ここがクロスしそうになってるんで、まあ、抜けるような動き方をしてはいますよね。あとはここの高値ライン抜けてくると、まあ、海外勢の買い力っていうところ、買い姿勢というところはもうちょい強まってくるかなって気はします。これを見るとね。で、日経平均割ることの S&P500、NS 倍率、まあ、ここを見るんですけど、これは上昇すると日経平均売りで、下落すると、S&P500 有利なんですよ。で、ここは一旦ボトムを打って、また切り上げてきてます。これがもっとね、切り上がりの勢いが強くなってくれば、米国株よりも日本株優位に動くはずなんですよね。ただし、まだ需給が全般的に改善しているわけではないんで、そこだけはね、やっぱしその2月3月ぐらいには一旦天井つけて下がると思うんですね。日経平均に関してはね、おそらく。期日が来るので、そこだけは目先のその数ヶ月後のスケジュールとして皆さんしっかりと意識してください。9月高値、9月14日ですね。ということは半年後は3月の半ばになるんで、2月末ぐらいからおそらくここの高値で買った人たちの信用の期日に伴う売りが入ると思うんですよ。入ると思うんですよ。なので2月の後半ぐらいからちょっとね、日経平均だれてくるかもしれないというところを意識しつつ、まあそれまでに日経平均が戻してくるっていうことを、ちょっとね、期待したいですよね。ここまで来るとね。はい。そんな感じですね。で、次に見ていくのが、トピックスですね。トピックスは今強くて、ここも一目の上下のラインですね。この赤のラインを抜けてきてるんですよ。日足は終わりのベースですね。で、MACD も上昇トレンド形成してるし、パラボリックも上昇トレンド形成。で、RSI も切り上がってるし、ストキャスティックスはまだ金積みのラインに片足突っ込んだだけ。で、日足の割の抵抗ライン、ここは、抜けてきているので、こっちの方がトレンドラインとしては強いですよね。で、問題だったら、ここの高値から安値の 61.8% 戻した水準、ここのライン、2000ポイントあたりを、今日明確に終値ベースで上回ってる。まあ、そういったことを考えると、ここの高値ね、ちょっと狙うような動き方をしてくる可能性は高まってきてるんじゃないかなっていうふうに思います、ここも。はい。
じゃあ次に見るのが LT バイアス。これが日経平均割ることのトピックスですね。要は日経平均とトピックスどっちの優位性が今高いのかっていうのを判断するチャートになって、これは上昇すると日経平均有利、下落するとトピックス有利なんですけど、目先は下落基調です。ということは目先は日経平均よりもトピックスへの寄与度の高い銘柄の方がパフォーマンスはいいっていうことをしっかりと抑えて銘柄選別をすると、はい、ベータ値とか見ながらね、皆さんやってください。で、ベータ値に関してね、詳しく知りたいという方は、メンバーシップでね、その話は触れてるんで、ちょっとあえて僕は触れないんですけど、もしね、メンバーシップ検討してる方がいたら、よかったら、この機会にちょっと検討してもらえたらと思います。はい。まあ、とりあえず目先はトピックス有利ですよね。で、日経平均とね、トピックスはいいんですよ。ただね、問題なのがやっぱしマザーズですよね、マザーズ。ここが 1.13% また下げてきていて、これダブルボトムクルムかどうかっていう動き方にちょっとなってるんですよね。こっちは元気ない。で、MACD は、まあ、ゴールデンクロス形成中。ただし RSI はちょっと切り下がってきちゃってる。で、ストキャスティクスは上向き方向。なんですけど、まだちょっとね、こっちの方に資金がね、向かってないような形ですよね。やっぱさっき言ったアメリカの10年債利回りが大きく上がってる。あとはアメリカの2年債利回りも、ね、上がってきてるからっていうところもあるんですけど、ただしアメリカのラッセル指数は上がってるんですよ。アメリカの中小型株指数は上がってるんですよね。そこと連動する動きがちょっと外れてきてます。で、日本株に関しては業績相場に、まあ、今年はですね移り変わるっていうことを受けて、僕はもう今年は中小型株の取引ウェイトをかなり減らそうと思ってます。もうこれはもうライブ配信中にも、ね、皆さんにお伝えしてるんですけど、三菱 UFJ のモルガンスタンレーのフシトさんですね、フシトレポートで有名な、まあ、僕がすごい尊敬してるアナリストの方も、まあ、今年はね、やっぱしその業績顕著な大型株ね、それがいいんじゃないかっていうことを言うてるので、僕もそれに習って、右習いでいこうと思ってるんですね。はい。なので僕はまあ大型株で業績顕著なところ、かつバリエーションを見てから、バリエーションを見ても安いところ、時給でしこってないっていうところをちょっと狙っていこうかなっていうふうに今年の戦略で立てています。まあ、真似するかどうか皆さん次第ですね。皆さんそれぞれね、投資のスタイルっていうのは違うと思うんで、中小型株が悪いっていうわけではないですから、そこはね、皆さんの自己責任、自己判断で銘柄選別はしてください。まあ、とりあえず、このフィボナスの 23.6% 戻すの1000ポイントぐらいですね。まあ、そこを抜け、終値ベースやっぱし抜けてこないといけないですよね。あと、5日移動平均線とこの赤のラインがゴールデンクロス、まあ、してくることも結構必須条件になってくると思うんで、マザーズに関しては今年は、慎重に慎重に、上がったとしてもそんな上がらないかもしれないっていうことを意識して取引してもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。で、マザーズへの資金の流れっていうところもまだですねちょっと良くなくて、まず見てほしいのがこの NM バイリス、これが日経平均割ることのマザーズなんですけど、詳しくは概要欄の方にリンクがあるので、解説動画のリンクがですね、それをよかったら見とってほしいんですけどね。これは上昇すると日経平均より、下落するとマザーズ有利。で、ここは今強烈に上がってるんで、今マザーズは対日経平均に対して不利。じゃあ対トピックスに対する TM バイルズ、トピックス割ることのマザーズで表されるチャートはどうなのかっていうと、ここも上がってるんで、今トピックスの方がマザーズよりも有利なんですね。マザーズ不利なんですよ。で、MJ バイルズも今切り下がってるんで、これがマザーズ割ることのジャスタックですね。なので、下がったらマザーズ不利で、ジャスタック有利だから、ここもマザーズの優位性っていうところが出てないんですよ。まあ、そういったところを含めてもちょっとマザーズは弱いかなというふうに目先はまだ思います。だからやっぱし、寄与度の高い、まあ日経平均であったりトピックスか、大型株中心で目先はね、やっぱしトレードしててもらった方がいいのかなっていうふうには、個人的にまだ思いますね。まあ何がきっかけでこれがね、また反転してくるかわかんないんですけど、まあただ個別銘柄ごとに言うともちろんね、上がってる銘柄とかありましたよ。ただ主力のメルカリ弱かったりとか、まだ軟調な値動きしてる銘柄の方がちょっとパイ的に言うと多かったんで、少しね慎重にエントリータイミングを探っていきたいですね。優先がちょっと低めかなって気はします。はい。日経平均とかトピックス寄与度の高い銘柄を僕は中心にやろうと思ってるんで、まあ、そういった形でまあリスク管理しながらやってる感じですね。で、一旦ですね日経平均のチャートに戻すんですけど、現状の騰落レシオに関しては105.43 なんですよね。25日の方が。で、短期の6日が140ぐらいまで上がったりとか、騰落レシオ10日の分が125っていう風に上がってきてるんで、まあ、短期目線で言うとちょっと過熱気味な銘柄が増えてきてる感じではあるんだけど、25日の騰落レシオがまだ120にまだ到達してないんで、そこあたり見てもまだね、過熱感を伴って上がってくる確率はまだあります。あります。
で、空売り比率見ても、今 40.9 なんですよね。40.9。まあ、ここはちょっと普通、いつも通りかな。最近の傾向と一緒なんで、そこまでそこは影響していない。影響していない。で、日経平均の平均配当利回りっていうところに関しては、今ですね、2.05% が昨日時点の推移になるんで、基本的にやっぱしその、なんていうかな、日経平均の平均配当利回りが 2%、日本株のね、配当利回りが 2% っていうことだったら、高配当銘柄っていうのはそれ以上になります。2% 以上、平均以上のものを高配当銘柄っていうふうに言うんで、2% 未満の、要はバリュー株ですよね。まあ、優待ついてたら別なんですけど、2% 未満の配当株に関しては、高配当銘柄と言わないです、今の状況。そこだけは、皆さんね、しっかりと把握して、もしバリュー株でやられてる方がいたら、やってほしいかなと思います。特にやっぱしバリュー株への資金の流れが出てくる可能性っていうのが考えられてるわけじゃないですか。まあ、個別銘柄の動き見ても、バリュー株、昨晩米国株上がってましたし、で、セクター別のローテーション見ても、これ GV バイアリスですね。VOOG 割ることの VOOV。グロース株割ることのバリュー株で表される指数。上昇するとグロース有利。下落するとバリュー有利。まあそういった風に判断されるチャートなんですよね。これ昨晩 0.26% 上がってるんですよ。ただしチャートの形見るとこれ曲線描いて下向きなんですね。このままスル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 今晩以降も下げてくるってなってくると、グロース株よりもバリュー株有利に動いてくる可能性があるんで、バリュー株の動きっていうのは皆さんですね、しっかりと狙ってください。まあ、監視銘柄に入れてから、まあ、チャンスがあったら仕込みに行くべきかなって気はします。個人的にはね。で、やっぱしその、ね、今日半導体株、日本株は強かったですよ、全体的に。全体的に強かった。東京エレクとかも上がってたし、ね、CS とかその他銘柄も上がってるんですけど、ただちょっとレーザーテックはね、だれてますからね、少しね。ここあたり少し今日、おかしい動きしてるなと思いましたね。レーザーテックって売買代金でもやっぱ周囲に来るほどの有料銘柄、まあ人気のすごい高い銘柄だったんですけど、ここは今日こぞって売られたんですよね。より月後は高かったですよ。36,100円ぐらいまで上がりました。36,000オーバーまで。で、そこから大体もう200円相当下がったんですよね、一旦。2000円相当下がったんですよね。うん、利益確定売りで、他の銘柄への、まあ、資金ローテーションがちょっと確認できているという形なんで、まあここあたり、持ってる人は、まあ、ちょっと注意して見ておかないといけないし、まあ、ただ全体的にね、すべての銘柄が買われているような試合になってたんで、今日は、まあ、中小型株以外はですね。あとは銀行株とかも強かったと思うんですよ。金利の上昇を踏まえて。まあ、ここあたりの銀行株の動きっていうところも、三菱 UFJ がやっぱ 3.49% 引け高値で動いてるとか、直近のね、高値ラインかな。上値の抵抗ラインもこう抜けてきてるんで、まあ、ここのラインをね、抜けてくることをちょっと期待したいですよね。まあ、そういうところを含めて、金利の上昇っていうところが今年のテーマです。金利の上昇。局面ですね。それに伴って、セオリー的に言うとどういった銘柄が動くのか。グロス株は、年後半に行くにつれて、ちょっと重たくなると思うんですよ。反面やっぱしバリューの方に資金がローテーションしてくる確率が理論上やっぱし考えられるんで、やっぱそういうところを含めてバリュー株はちょっといいところがあったら狙っていきたいですよね。なのでまた動きがあったらとりあえず YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったらですね、皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローですね、概要欄の方にリンク載ってるん で、そっちの方では結構速報とか出してるんで、よかったらそちらの方ですね、フォローしておいてもらえると嬉しいです。あとね、この、本当にね、このライブ配信、この動画がですね、参考になったと思っていただけたら、本当にチャンネル登録とか、あとコメントとかもね、していただければすごい嬉しいんですけど、あと今晩21時以降に、またですね、いつも通り個別銘柄のテクニカル分析のライブをします。まあそちらの方もね、よかったら皆さんの銘柄分析していくんで、オーダーしていただいたらですね、参加していただけたらと思うんで、よろしくお願いします。というわけで皆さん今日もですね、とりあえず1日、よかったねっていうことで、お疲れ様です。